スクラッチは、スクラッチ財団が、マサチューセッツ工科大学メディアラボ、ライフロングキンダーガーデングループと共同開発する、8から16歳のユーザーをメインターゲットに据えた無料の教育プログラミング言語、及びその開発環境である。2021年10月時点での、全世界の登録ユーザー数は約7700万で、日本はその1.35%の98万である。 プロジェクト作成時のスクリーンショット初心者が最初に正しい構文の書き方を覚えることなく実行できる遊び心のある実験やアニメーション、ゲームなどの制作を通してさらなる学習のやる気を起こさせることを意図している。また、いろいろな人とコメントやディスカッションフォーラムなどでコミュニケーション能力の育成も図ることができる。 スクラッチという名称はディスクジョッキーがレコードを手で擦るスクラッチングに由来しており DJ が気軽に曲をミックスすることとスクラッチ言語によって簡単にプロジェクトをミックスすることを関連づけている2006年に最初のバージョンが MIT メディアラボのミッチェル・レズニックが主導するライフロング・キンダーガーテングループに MIT に来たエタイズ開発チームのジョン・マロニーを招いて開発された スクラッチは制作者の最優先事項を子どもたちが可能な限り簡単に学習するように作成できるため触覚的なプロセスを通した構築と実行が可能となっている。スクラッチの触覚や視覚的 GUI は子どもたちがプログラムブロックをスプライトやステージにドラッグドロップすることでアニメーション、アート、ストーリーやゲーム制作をゲーム感覚でできるようにしている。 正しい構文を読んでも書けない子供たちのために、視覚的にグループ分けされたブロックはそれらをクリックすることでテストできたり、リミックスや修正、プロジェクトの新バージョンを制作するために違うブロックを容易に書き換えることもできる。スクラッチは Windows、Mac、Linux、Raspberry Pi、Android、iOS などに対応しており、ソースコードは GPLV にライセンスとスクラッチソースコード、 ライセンスとして GitHub にて公開されている。2013年5月に Scratch 2.0が公開され Web アプリケーションとなり開発環境のインストールが不要となった。そのためリミックスが容易になり従来のバージョンにはなかった Web アプリケーションならではの機能が追加された。2019年1月 Scratch 3.0が公開された。Scratch 3.0では スクラッチ2.0まで使用していたアドベアを使用せず HTML5 を使用しているためインターネットエクスプローラーなど一部のブラウザでは動作しなくなったがその一方でスマートフォンやタブレット端末での利用がサポートされるようになったスクラッチ3のユーザーインタフェースは複数の枠に分かれており左側はブロックパレット真ん中はスクリプトエリア 右側がステージとスプライトのリストである。ブロックパレットにはプログラムを作るためにスクリプトエリアにドラッグできるブロックがある。すべてのブロックを表示するにはあまりにも多すぎるため、ブロックは主に動き、見た目、音、制御、調べる、演算、変数、ブロック定義の8つのグループに分けられる。また、拡張機能により、ペンや外部機器との連携などの機能が追加できる。 バージョン1.31以前ではオペレーターはナンバーと名付けられていた。メッセージパッシングのあるマルチスレッドコードはスクラッチにとって重要だが、現バージョンは最初のクラス構造の手続きを扱っておらず、ファイルアイ、オーオプションもなくリストのような一次元配列しかサポートしていない。不動小数点数や文字列はバージョン1.4以降でサポートされているが、 文字列操作機能に制限がある。またスクラッチプログラミング言語のかなり限定された範囲においてパワフルなマルチメディア機能とマルチスレッドプログラミングスタイルとの間に強い差異がある。スクラッチは教育施設、博物館、コミュニティセンター、そして家庭内といった多くの場所で使用されている。例として低年齢の子どもたちは親や友達とプログラムを書くことができたり、 大学生はいくつかの計算機科学入門クラスでスクラッチを使用したりしている。表示される言語を変えることで世界中で使用できるようになっている。ジョンズ・ホップキンス大学のセンターフォータレンテッドユースではシティワイオンラインプログラムにて6年生の生徒向けにスクラッチプログラミングのオンラインコースを提供している。様々な機能に関して実証研究が行われた。 直感的な学習に干渉する機能は放棄され、初心者を励まし、探求、学習を容易にするような機能は残された。いくつかの成果は驚くべきもので、スクラッチを他の教育言語と全く異なるものにしている。オンラインコミュニティスクラッチのオンラインコミュニティのスローガンは、イマジン、プログラム、シェアで、スクラッチの背後にある哲学の重要な部分として、 共有と創造性の社会的背景を指している。またスクラッチのプロジェクトは新たなプロジェクトを作るためのリミックスに向けたものになっている。プロジェクトは開発環境からスクラッチのウェブサイトに直接アップロードができ、プログラムをリミックスして学習や新たなプロジェクトとして共有することも可能である。スクラッチユーザーはコメント、隙をつけたりアイデアを共有することができる。 プロジェクトはゲームからアニメーション、3D にまで範囲が及んでおり、すべてのプロジェクトはクリエイティブコモンズの表示と継承ライセンス下で公開され、商用利用が可能である。2021年9月時点で7560万以上の登録ユーザーがおり、8000万以上のプロジェクトがある。またウェブサイトでは、頻繁にスクラッチデザイン、スタジオというユーザーが 基本デザインコンセプトを使って制作、共有を奨励するチャレンジが開催されている。メキシコやイスラエル向けのカスタムホームページではいくつかのセクションにローカルコンテンツが置かれている。ポルトガルやアラブ首長国連邦でも独立したスクラッチウェブサイトがある。2008年、スクラッチのオンラインコミュニティプラットフォームがアルスエレクトロニカプリーのオノラリーメンションを受賞した。 教育者向けのオンラインコミュニティとして、スクラッチ度というのもあるが、2019年5月にサイトが閉鎖された。またスクラッチャーによるオンライン百科事典、スクラッチウィキが存在し、日本語版は2015年3月23日に作成された。また、MIT が運営していないサイトで、スクラッチスタッツという日本や世界中での順位がわかるものもある。 スクラッチデイスクラッチデイは年に一度世界中で行われるスクラッチのイベントである。誰でもイベントを主催することができ、どこでも開催することができるが、基本的に5月15日の前後の休日に行われるのが伝統である。これはスクラッチというサービスそのものが2007年の5月15日に始まったことに由来する。スクラッチデイの始まりは2009年に MIT のカレンブレナンがスクラッチのリリース日にイベントをしようと思い立ち、開催したのが初めてのイベントである。以後、スクラッチデーは毎年世界各地で行われている。日本では主に東京で毎年2009年から毎年開催されているスクラッチデイン、東京や各地域のコーダー道場などが主催するスクラッチデーがある。スクラッチのいくつかの派生は、 スクラッチモディフィケーションズと呼ばれ、スクラッチのバージョン1.4のソースコードを使って制作された。これらのプログラムは通常、ブロックが追加されたり GUI が変更された、スクラッチのバリエーションである。ビルード Your OwnBlocks のようにそのうちのいくつかはさらに、コンピューティングへの基礎的アプローチへのシフトを導入しているがバイオブにのみユーザーを許容しないものの、 スクラッチの一部ではないファーストクラス手続き、ファーストクラスリスト、プロトタイプ継承を備えた、ファーストクラス新オブジェクト指向スプライトがある。バイオブは、イエンス・ムーニッヒが開発し、カリフォルニア大学バークレー校のブライアン・ハーベイが、ドキュメンテーションを提供し、計算機科学専攻ではない学生への計算機科学、初級コースにおける、ザ・ビューティー女用部コンピューティングを教えるときに使用された。 2014年にはスクラッチ1.4と同等の環境を iPad で再現したピョンケイが登場した。伊藤中テクノソリューションズが自動向けに開催するプログラミング教室でも採用されている。日本国内ではさらに JavaScript ではなく日本発祥のプログラミング言語である Ruby を同一の操作性でプログラムするために任意団体スモールビーにより スモールリビーというものも作られて展開している。スクラッヘジルは、スクラッチを使うのに必要な文字の読み書きや算数を使えないより小さい子供たちのために、MIT メディアラボが、タフツ大学とザ・プレイフル・インベンター・カンパニーと協力して開発しました。ミッチェル・レズニック本人による、スクラッチを題材とした、プレゼンテーション。 Let's Teach Kids 2 Code が2012年11月に行われたティドベコンストリートにて講演され、その模様がテッドによって公開されている。この中でミッチェル・レズニックはスクラッチを利用して子供にプログラミングを覚えさせることの優位性、特にコーディングを通して得られる様々な経験がその子供がプログラマーになるかならないかに関わらず将来職につき、 仕事をこなす上でとても有益であると,と言っている。また、ペットやテデックスの講演イベントで行われたプレゼンテーションから英会話を学ぶことを目的とした NHK による教育番組スーパープレゼンテーションでもこのプレゼンテーションが取り上げられている。NHKE テレでは、ホワイトプログラミングで公式にプログラミングソフトとして採用されたり、 民放では、千葉テレビ放送、BS 富士の GP リーグ、プログラミングコロシアムで放送される GP リーグでの公式言語の一つにもなっている。スクラッチャーとは、スクラッチのユーザーの称号であり、スクラッチチチームが、嵐やスパム、コミュニティガイドラインに違反をしていない、安全なユーザーと確認したユーザーに与えられる。クラウド上に、プロジェクトの変数を保存する、クラウド変数や、 コメントの連続投稿の規制が解除される。だが、アカウントを作成した時は、ニュースクラッチャーとなっている。スクラッチャーになるための条件は明示化されていないが、アカウント作成から時間が経っていること、いくつかの作品を共有していること、コミュニティで活動していることなどが求められる。アイコンの横にスクラッチャーか、ニュースクラッチャーと記載されている。今現在7,082万人のユーザーがいる。 オフラインエディターはスクラッチをインターネットに接続しなくても使用ができる Windows、Mac、Chromebook、Linux 用のエディターである。スクラッチアプリは Electron で動作する。最初のリリース日は2019年1月2日である。名称3.161以前まではスクラッチデスクトップと呼ばれていたが、3.161で名称がスクラッチ3に変更された。 バージョン以下には実際には開発されソースコード上では存在したがインストーラー等が存在しないバージョンを含む。だがそのようなバージョンは GitHub 上のソースコードからコンパイルすれば入手できる。猫をモチーフにしたキャラクター。スクラッチを起動した時に開発環境画面のステージに必ず表示されるオレンジ色の猫が二足で直立しているスプライトである。 これは新しくプロジェクトを作成した時に、スクラッチ3.0において必ず表示される。スクラッチの象徴となっている。スクラッチ3.0から見た目が変わり、花は茶色から黒になり、目や口の形も変わった。午後黄色の体で頭が尖ったキャラクター。2011年にスクラッチチームがスクラッチのプロジェクトの中で9番目に多く使われている。 スプライトと公式発表した。また、2.0から絵文字としても使用できるようになった。ピコ2.0から追加されたスプライト。名前の由来は単位の10、10により。体はオレンジ色で丸い耳がある。また、スクラッチのサーバーエラージにもピコのイラストが表示される。テラ2.0から追加されたスプライト。体が青い。名前の由来は 単位の1012より、体は青く、羽毛がある。2.0以降のスクラッチのメールアドレス。認証成功。失敗時に、テラのイラストが表示される。ナノ2.0から追加されたスプライト。名前の由来は、単位の19から。体が灰色で、他のキャラクターと比べると、背が低い。スクラッチデー2015で、ナノのイラストが公開された。 ギガ2.0から追加されたスプライト。名前の由来は単位の109から。頭の色が濃や赤色である。404エラージやスクラッチニュース画面でイラストを見ることができる。以下の若者向けコンピューティングプロジェクトも MIT ライフロングキンダーガーテングループから起こったものである。加えてステンシルゲーム制作ツールもスクラッチから直接。 感化されたコードブロックベースのビジュアルプログラミング言語を使用している。他の教育用プログラミング言語には以下のようなものがある。動作例、レゴを動かす音を出すなど、ありがとうございます。